れた。暑い。誕生日、ちょっと待ってくださいね。よいしょ。暑い。そう、長袖で寝てたんですけど、パジャマがちょっとパジャマすぎたんで、さん誕生日おめでとう。よいしょ。マーマンさんおめでとう。はい、おめでとうございます。マーマン、いいえ、ありがとう、来てくださっておめでとうございます。ね、ショートに見える。リブニアさん、中原さん、広重さん、セリアさん、チョンシーさん、中原さん、坪井祐介さん、ゆきさん、天使の犬具さん、エシケンマシンさん、地球は青かったさん、シンさん、リブニアさん、リョウスケさん、スカパーダさん、カープさん、Thank you。 はよう。みちゅき、うん、なんでかわいい。嘘。はよ、見て、ちょっと修正したんですよ、昨日。良くなったくない？すごい。なんか朝起きて見てみたら、昨日より完成度が高く見える気がする。
だけでこんな。進んだのって。ピッピッ。かー。ヨーカノさん、デブニアさん、ハマチャさん、キョンシーさん、ミラニスタ19号さん、デブニアさん、マモレンさん、ニノさん、ハマッチャーさん、アドラダムナさん、ザンタクさん、デサイズハートさん、コミタンさん、 Thank you。 イエーイ。このフロントガラスがあれなんだけど、お、トゥーさん、トゥーさん、お誕生日おめでとう。よっ、よいしょ、トゥーさんおめでとう、おめでとうございます。トゥーさんおめでとう。メディトでも似てるわ。ここがね、ちょっとね、ここがちょっとダメなんよね。こう、ここが、
じのとか。シート。これチクチクしたらね、固まるんですよ。いや、うまい。芽が出てきた。なんかめっちゃ似てる。似てるよね。昨日お花がでかくてなんでやーってなってたんですけど、そう、花を取ったんじゃなくて、このここを均一にする、そうためにちょっと足したんですよ、糸。そうそう、そしたらいい感じになった。かわいすぎ。なんか自分で作ったけん愛着も増し増し。そっくりよね。カーのツイッターのアイコン、これも私が作ったモルカ。いや、うまいわ。かわいい。一人でプイプイ言いながら危ないですよね。かわいいモルカーのグッズ。あ、本当だ、後ろにあるわ。モルカーグッズキャワですね。ツーウェイポシェットとかめっちゃ可愛いけど、この年で持つのは無理だな。
いえ、ぬいぐるみある。え、めっちゃぬいぐるみあるけどさ、6月29日発売ですって。めっちゃ先すぎてびっくり。またちょっと修正します。ね、だってこの配信で タイヤとか作り出したら嫌よね。このほっぺたかわいい。ほっぺた見て、見てこのほっぺた。ちょっとこっちが出たな。かわいすぎん？いや、ペタかわいい。おはよう。やっぱ今度にしよう。この子らめっちゃ種類ある。そうですよ、モケモケ部分切ってない、切ってないけど、なんか全体的にチクチクしてたらちょっとだけいい感じになりました。かわいすぎる。名前もある。そう、この子はポテト。ポテトです。このミラーじゃないわ、フロントガラス取ろうかな。取らん方がいいかな。撮った、撮ってる
鳥、鳥、はよ、鳥犬。そうそうそう、モルカー、モルカーっていう品種の名前もあるって感じなのかな。してやっぱもうちょっと下がいるのかも。まだてかお尻がちっちゃいんですよね。カラオケ行きたい。もう全然行ってない。さんのカラオケのお箱は何ですか？いやどうなんかね。なんか もっこりしちゃった。街の明かり懐かしい。かわいいよね。ぐさぐささすのは情がないんです。可愛くなるためなんだ。ごめんね。
ちょっとなんか埃は やりたかったですね、最後に。あー、ちょっとまた失敗しちゃった。難しい。何が違うのか。それな。ビ。ビサ。お尻がな。もうちょっと欲しいんですよね。かわいい。キルさん、タラさん、ユイチロウさん、デブニアさん、アモズさん、中原さん、ユキさん、ハモチャさん、キャンシーさん、スランプくんさん、ユイチロウさん、モンスキクミジマのカズさん、ピーヨコちゃんマーンさん、ハモチャさん、ヨーカノさん、デブニアさん、
ありがとう。Thank you。甘味な魅力級あとの響き。おきちゃんに送ったら、そう返信返ってきてたけどまだちゃんと読んでない。珍しく。返信が遅かったから。かわいい。足もうちょっといるかな。すごい。コメントにおったモルカーが。カラオケ配信がしたいんじゃなくてね、あの48楽曲以外の曲をね歌いに行きたいの。普通に48楽曲以外も歌ってもよかったらね、それも配信したいなって思うけど、ダメじゃけんさ。可愛すぎて。しんどい。
溶けるまで話したね。夏のキスはずっと残る。日焼けが空霞になるように見つめ合って動く自然に、唇か唇へと愛が伝わった。え、そばかすのキスってなんかこういう系の曲調では珍しく女性目線の歌ですね。夏のキスはずっと残る。鏡のその中に映ってる。今も胸がキュンとするよ。心のこの足跡をトゥ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 後悔していないわ。トゥ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 。後ろの辺カッチカチ。初めてで気持ちなく歩いた。
硬すぎて刺さらんくなってきた。カチカチに。硬いんですよ。なくなった。昨日なんか夜から生キャラメルがずっと食べたくて、なんだっけ、ローソンさんで売ってるのからさ、売ってるやつが食べたいんですよ。自分でも作れるんですけど、作るの大変。作ったことありますよ、いっぱい。生キャラメルは？生キャラメル多分自分、なんちゃらぐらいって言おうとしたけど何も出てこんかった。キャラメルな、北海道行きたい。北海道も仙台も行きたい。ずんだ、ずんだが、ずんだを欲してる体が。ずんだシェイク作れるんかな。前なんか言っとったけど、枝豆すりつぶしてバニラアイスっていけるかな。なんかこの前ずんだシェイクのコンビニで売られてたんですよ。ファミリーマートさんだった。めっちゃ美味しかったけど、やっぱ本場のやつの方が
ちゃんとなんつったらいいんだろう、つぶつぶが感じられる。24時間配信、枝豆と牛乳とバニラアイスとミキサーで、自分のミキサーあれができんのんじゃった、あの氷がさ入れれんのんよ、じゃけんその氷入れんといいんだっけね。24時間配信できたらいいんですけど、私も今日は仕事があるので、できないのよ。すごいザクザク、わザクザクのアイスが食べたい。プリン食べようかな。24時間配信するならどんなことがしたいですか。不眠耐久。絶対無理やと思ったでしょ。お、クロマっぽくなった。こっちがまだちょっと足りん気もするけど、なんでじゃろ。
I saw Mary kissing Santa Claus。 クリスマス。クリスマス大好き。皆さんは年に1回の行事で何が好きですか？見てね。お正月ね、海水浴、いや年一なの、海水浴。年一じゃないやろって言おうとしたけど、海水浴は年に1回しかしませんって決めてる人だったら年一だもんね。テーマパーク行きたい。日本の2大テーマパーク、どっちも新エリアができたじゃないですか。新エリアってずるいよね。行きたくなるやん。ミュージカル見に行きたい。やりたいことがいっぱい。
ンがずっと見に行きたいのは劇団四季さんのリトルマーメイドと嵐。むずい。ガラス難しい。多分つけすぎないよね、ガラス作るときに糸を。難しいんだと思う。分かってる理由は。ショールームで手芸してる間の道だけ。今日本でこれを作ってるのは道だけ。そうかな、分からない。日本は意外と広いからね。世界には一人はいるよね、多分。自分以外にも今モルカー作ってる人。世界で今自分だけしかこれしてないっていうことしてたらすごくないですか。世界って広いのに。何があるだろう。なんでもいいけんさ、なんかやって実感したくないですか。あ、きっと今世界でこれしてるのは私だけだろうな、ふふんみたいな。だってこんな広い世界の中で自分しかしてないってすごくない。フィレオフィッシュとソーセージマフィン食べる。いや、もうちょっとフィレオフィッシュとソーセージマフィンを食べながら、トリコを読むみたいな。そのぐらいせんと世界で一人にはならんのじゃない。分からんけど、ことよの全ての食材に感謝していただきます。もうフニパンチ、もう全力でガツガツガツ。
まあまあできました。これはあげないですよ。おきちゃんの推し名は違う子だから。めっちゃ長くなった。今からこのタイヤ部分を作っていきたいと思います。めっちゃ刺した今自分の手指。大変だ。でもこれ刺しても意外と大丈夫なんですよね。昨日も何回か刺したけど。丸にするんだろう。でもいい感じ。意外と出ないんですよね。何も。ちょっとなんかタイヤが弱いかも。このぐらいでいいのかな。なんかね、糸でね縫ってらっしゃった。皆さんつけるとき、救急車を作るとしたら名前は何でしょうか。救急車もおるよ。名前は分からんけど、名前なんなんじゃろ。救急車の子分かりますか。誰か救急車の子めっちゃ可愛いんですよ。目が赤くて。
をしたらいいんだ。パトカーはパトモルカ。あ、そうなん。救急モルカ。へえ。調べたら救急モルカ。いた車。確かに。いた車おったね。いい感じにできてるんですよ。ラジンできとんやけどって感じ。ちょっとなんか何厚みが足りんかった。うん、難しいな。ありがとうございます。そうそうそう、
懐かしいタイヤ。どうですか？かわいい。もう1時間以上経っとる。もうちょい大きい？マジ？確かに。モルカーのまんまのお顔ポーチ。人が一番かわいい。もっと大きくか。確かに。だってタイヤですもんね。皆さん、
黄色がぼやける、真ん中の黄色が。どうしたらいいんだ、もう一回つけたらいいのか。また刺した。初見です。ありがとうございます。モルカーを作ってます。昨日でほぼ車体は完成して、今は何だこれ、タイヤ部分の作業です。どうだ、ちょっと仮止めしてみますね。多分これ塗った方がいい気がする、分からんけど。感じになりました。これはキットじゃなくて一から作りました。完成したらください。いや、私のポテトちゃん、かわいすぎん？かわいい。ぷいぷい。意外とタイヤ難しかった。これはあと3つ作らんといけんっていうのが、でもこれを作ったらもう終わり。え、モルカーってさ、尻尾とかない？
尾見たことない。そういえばって思った。でかくなっちゃった。モルカーはなんちゃったらいいんだろうね。尻尾ないよね。なんかモルモットよね。モルモットとモルモットのカーです。できた。2個目。うん。これが私の作ったモルカ。9時だ。1時間半やってる。
角？ちょっとまた。いつかやります。いや、すぐなんだけどね、そのいつかは。分からんけど、いつか。ちょっと疲れてきた。疲れてはないんですよね、いろいろと。お腹が空いたりしてきた。出るでしょ。出るんですよ。かわいすぎる。ここがもうちょっとないな。ピッ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 。はい、かわいそれでは、刺さんと作れんのよ、これは。刺してこその今ある可愛さですからね。刺すなって言われても無理です。刺して作るものですから。好き。
口がでかいんですよね。まあいっか。はい、それでは壇上を読んでいきたいと思います。片方だけタイヤつけてみようかな。いい感じ。ちょっと片方しかないからまだあれだけど、これが両方ついて完成ですね。いい感じになりそう。はい、ね、口かわいい。もうちょっとね、なんかピンク面積少なかったんよね、本物は。まあいっか、かわいい、かわいいなら。それでは団長読みますね。13位りょうすけさん、12位くろすけさん、11位すーさんさん、10位テディ楽しみ、指気をつけていってらゆうさん、ありがとう。9位ラムズさん、8位まさじさん、7位井上よしひろさん、6位ソリオさん、5位ゾニゾニさん、4位ギルスさん、3位アモズさん、2位ゆきさん、そして1位はドゥルルルルンジちゃん、つぼいゆうすけさん。イエーイ、 Thank you、 ありがとうございます。でもきっと配信外ではそんなに新しいことはやらないかもしれないので、次配信でまたタイヤを2個作って完成かな。どうせここまで皆さんと、せっかく皆さんとここまで一緒に作ってきたのにね、最後は完成して登場はもう想像もつくでしょうし、寂しいので、あれしとこっかな、テディの土台だけ作っとこうかな、この車体のね。まあかわいい、そんな感じでした。
それでは皆さんありがとうございます。今日も一日お仕事、学校、勉強、部活、バイト頑張っていきましょう。今日も一日バイトラブ、せーの、エビエビおーね、タイヤがついたら一気にぽくなった、うん、それではだね、いってらっしゃい、バイバーイ。22位はチョビさん、ありがとう。チョビ、またね、バイバーイ。